皆さんこんばんは、3月4日、第123回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。真っ白はですね、昨日からですね、3月3日なんですが、ひな祭りが行われておりまして、象山神社でですねオープニングが昨日ございました。結構ですね大人数の方が来られまして、大変にぎわいました。その当日ですね、この町歩センターなんですが、この北品のひな巡り、こういう形ですね、ひな巡りでですね、高橋真由美先生のですねお人形さんが、昨日来まして、ここもやはりお人形さんを見に来るということで、だいぶにぎわいました。そんな、松代町の状況でございます。高橋真由美先生の お人形はですねこれ、各地区巡回するということなので、町歩きセンターではね3月7日まで一応ここに置いてございます。ぜひまた時間がありましたら見に来ていただければなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。今日はですね今日のゲストをご紹介いたしますけれども、光月山大栄寺の住職でございます鎌倉宝光さんですね。こういった形ですね。はい、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、大栄寺さんの場所ですね、ちょっとまたご紹介いたします。この町歩きセンターのあれがございますけれど、ここに町歩きセンターがあるんですが、こちら、西の方へ行っていただいてですね、松代支所、これですね松代支所がありますが、その南の方へ行きますとここにございますね。これが大栄寺さんでございます。で今現在の大栄寺さんですと今カラー写真がございますが、嬉しいです。はい、このようになっております。これ、はい、参道から三門の奥にお玉屋今本堂という形ですね。はい、はい、これもこれから綺麗に花が咲くようなあれになるかもしれませんですね。はい、こんな形です。で、あとですね、じゃあその大栄寺さんの由来っていうんですかね、はい、これをちょっとお話しいただければなというふうに思います。はい、ですね、はい、これでいいですかね。大栄寺はですね、はい、真っ白真田信之さんの奥方である小松姫をお祭りした、はい、お寺でございます。はい、そこに出てます。でこの小松姫さんはどういう方かと言いますと、はい、徳川家康がですね、はい、本多忠勝の娘なんですが、はい、その娘さんを家康が養女にして、はい、真田信之に嫁がせたと、はい、そういう、お姫さんでございますね。なるほど。剣舞人で、いろいろエピソードとか、はい、いろいろお話はあるんですけど、はい、そのお姫さんが48歳で亡くなられてしまう、はい、まだ上田の城主の時に亡くなられてしまい、でその2年後に、はい、真田が上田から松代に、ところがえになるわけですね。はい、それで、殿様は亡くなったその小松姫の菩提を弔うために、はい、大栄寺という大伽藍を作られたと、殿様の開基した、はい、寺でございます。はい、で今残っているのは当時の建物ですとお玉屋と、ね、それから、そこのね、はい、半分、はい、お玉屋って書いてありますね。はいはい、それと鐘楼、はい、それから門ですね。はい、
あ、これですね、はい、でそれが今おたまやを本堂にして、はい、それで今現在、お寺を割りしてるということで、はい、前のできた当時の伽藍っていうのは全くもうなくなってしまっておるんですが、はい、ですね、全体は相当、相当広いですね、大きな伽藍で、はい、ちょっと引っ張っていいと、アップにして、アップにして、はい、全体を撮ったのが分かるか、うん、全体のこ、あ、これ、これでいいですね、うん、はいはい、これが元々の大英寺です、はい、でこちら、こちらですね、うん、これです、ね、その反対側の方に本来は、はい、本堂とか、はい、送りとか、はい、うん、山門とかね、はい、ずいぶん大きな建物があったんですけれども、はい、まあ、明治維新で、廃藩置県、はい、殿様も権力なくなっちゃって、はい、もうこんなでかい寺は維持できないということで、はい、今の小松姫さんのお玉屋をですね、うん、はい、これからあとは本堂にして、はい、で大英寺を守ってってくれと、うんうん、であのお玉屋っていうのはね、別名万年堂って言ってね、千年も万年も、うん、続くんだよという、うん、そういう名前、別名があるんですね。そうですか、うん、それで今のような形になって、はい、お玉屋をそこらに、ご本尊をそちらに移して、はい、小松姫さんのお位牌はちょっと阿弥陀さんの脇に、うんうんうん、格上げをして、はい、仏様と同じところに安置をして、はい、今お祭りをしているという、そういうあの状況でございます。あ、そうですか、今先ほどのあれだと、なんか池やなんかも全部残ってるですね、池と潜水路、潜水路も残ってるんですね。非常にほら昔は水が大事だったんで、ここですね、これもここ、これですね、そうですね、これずっと下へ降りていって、でその下の池に、この池もありますね、はい、今ね、それが結構いましたね、北の方へずっと行って町の中通って、はい、当時は真田のお城の周りの武家屋敷までそれを引っ張っていて、はい、まあ、水道代わりといいますかね、あ、そういう貴重な、まあ、そういうところをやっぱり抑えたんでしょうね、うん、戦略的にも ね、 あ、そういうことね、うん、だから昔の殿さんっていうのはいろいろこう、うん、考えてお寺なんかも作ってるわけで、うん、城下町作るにあたって、うん、私のほら大事のあるあの辺は寺町って言って、あ、言いますね、お寺がそれこそ、はいはい、あの墓地がこう、はいはいはい、境もないぐらいにこう入り組んでまして ね、はいはい、それはやっぱりあの敵に攻められた時の出城の代わりもする、兵隊をそこに、うん、やって敵を迎え撃つというね、おそらくまあそういうことも考えてそういう町づくりをしてらっしゃる、ね、なるほどね、ですから昔の殿さんっていうのは相当こう頭が切れないといろいろなことにこう、うん、配らないと、ね、なるほどね、うん、生き延びられないと言いますかね、うん、まあ、ある程度水もなきゃいけない、うん、そうそう、だからそういう大事なところを小松姫さんの菩提を弔うということで大英寺を開基されたというふうにまあ聞いておりますけどもね、はい、でも小松姫 の、 あのエピソードみたいな ね、 ね、はい、小松姫さんっていうのはその今、まあ、剣舞人で、はい、今結構ほら歴女の ありますね、はい、時代になってかなりあの注目されてまして ね、 そうだね、でその1600年の関ヶ原の始まる前にね、あの真田家っていうのは皆さんご存知のように、親子兄弟で西と東に分かれた、はい、分かれましたね、はい、で小松姫さんをもらった信行さんは家康についたわけですね、はい、それでお父さんの正行と弟の幸村は大阪についたっていう、であの犬伏のその三者会談で、はい、どうするかって決めて、うん、今のような形になって、うん、でその帰りにですね、うん、殿様、あ、お父さんと幸村が沼田、うん、まあ、その時は沼田の上司だったんですね、ええ、そこにまあ孫がいるというんで、はいはい、孫に会いたいというんで、寄ったけれども、はい、この小松姫さんは、はい、うん、もう今は西と東に分かれた見ながら、はい、父といえども、うん、中には入れられぬということで、うんうん、門前払いをしたという、そういうお話が有名でございますね、はいはいはい、ただそれだけじゃなくて、うんうん、あの夜になって、うんうん、あのその沼田の菩提寺であるところに殿様と幸村さんを、うん、の宿を取ったんですが、うん、そこへ
孫を連れてって合わせたという、そういうね美談もありまして、単にその活発なだけではなくて、非常に慈愛のあるお姫さんだったという、そんな話もございますね。そういった賢婦人が48歳で亡くなって、さっきの話で松露に所替えになって、でまあ信之さんとすれば、その菩提を弔うために、その大きなお寺を建てて、それでお玉屋を作って、それを守るためにね、その大英寺を開業したというお寺ですね。だからあの寺には結構いろいろ、あの小松さんの持ち物なんかもね残ってまして、まあ昔もっとあったんでしょうし、軸なんかもかなり古くなっちゃってるのが相当数はあるんですね。一応こちらの下の方ですね。で今あの新都会館がありまして、そこにねちょっとみんなあの傷んじゃうんで、そちらの方にあのしまってありまして、一部はそういうふうにあの展示をされておりますね。この本だとこれですね。これがそう、まくってもらった方がいいですね。もう一つめくるかね。はい、じゃあこれですね。こういったの雑誌にねかなりこういったものが今取り上げられてましてね、これはお膳ですけどね、蒔絵の素晴らしいお膳が残っとるんです。これも残ってるんですね。それも残ってますね。それもあの会館に飾って、展示してありますけどね、今言ったこういったの小松、その徳川三代とか、真田三代とか、そういう雑誌、まあ歴女の時代でね、そういうものが非常にこうやっぱり皆さん興味あるんで、そういうところにさっき その甲冑の姿がね あれがなかなかあの、珍しいし、あの非常に綺麗に残ってるんですよ。あの軸がありましてね、なもんでかなり あの雑誌をいろんな会社が、販売して、まあ私らもねこれあのなんですかね、夢空間も一応こういうような小松姫っていうのでね、冊子を出していたりね、あとはまあこの冊子大英のこのお寺さんのですね、こういったのも一応出して、周りあのお寺巡りっていうかね、こういうのもやってますしね。でこの中に大英寺さんの一応こういうあれがありまして、これでもってハンコをしていただければ、でその真ん中へ、はい、この大英寺さんの方にハンコあって回ってあげて、各お寺にみんなこれあるんですね。あの高校生がデザインして作ったハンコで ね、はい、なかなかあのユニークなハンコがある。これも街歩きセンターに販売しておりますので、そうですね、ぜひ見て、それとさっきの写真の、お姫さんの反対側に殿様が、信之さんがいるから、これもちょっと、ね、せっかくだから、はい、はい、これが信之さんですね、ですね、方が信之さん、はい、こんな形です。はい、真田をずっと守り続けたということでね、はい、はい、であれですね、結構この今住職でおっしゃってたそのこういう冊子がもうこれだけまだ、ちょっとまだあるんだけどもたくさんこれね、今日もなんかね、あのしましファックスで貸してくれて、貸してくれてきましたこれだけ今全部かなり小松姫のあれがね出てるので、歴女が活躍してくだって、はい、そうですね、それでだいぶ有名になった、まあ、まあこの何ですかね、この綺麗なそうです、ね、あれがね、あの軸自体はね絶対このあれが違うなと思ってるんですけどね、普通のあれ、あの岩絵の具で描かれてるから、ね、色落ちしてないんですね。ああ、そうなんですか。綺麗な出来栄えですね。これは何、あのあれですかね、あの掛け軸みたいな、掛け軸になってる、なってるんですか。今だからあの新都会館には殿様の掛け軸と並んで、置いてある、松の掛け軸が並んで置いて、あの下げてあるんですね。そうですか、これだけどあれですかね、その見に行きたいとかなんとかっていうのは予約じゃないとダメだよね。あのうちはねお寺なんで、あの本来寺なもんですから、そうそう、あの見に行くって言うと私ね、見に来てもらっても困るんだけど、お周りに来てもらえば、ご覧になれませんって言って一応そういうふうにね、あの仕事柄本末転倒しちゃいけないんで、行って手を合わせると、あ、お賽銭も持ってくるとなおいいですねでもあれですね、気持ちですから、なんかこれでも何年ぐらい、亡くなってから何年ぐらい経つっておっしゃったっけ。もう時計400年、はい、1620年に亡くなってるんです、小松姫さんですから、もうあと十何年で400年、400年期を迎え
まあ、まだ何かやる予定あるんですか。うん、まあそれはもう400年ですから大々的に、はい、うん、400年恩恵をね、はい、やらなきゃいけないんだけど、はい、いかんせん今、はい、そのお玉屋がね、はいはい、非常に傾いたり屋根が瓦がもう非常に傷んで、はい、まあ、憲法にはなってるんですけども、あ、憲法には、ね、うん、はい、まあ、なってるんでなかなか修理がね、うん、いろいろこう条件があったりして難しいんですけども、うん、まあ、とにかくそれをやらないと、うん、また大きな地震が来るとね、いつ倒れてもおかしくないぐらい傾いちゃって、あ、で雨漏りはして、あの天井絵に素晴らしい、あ、あ、そうだ、ね、あるって言ってましたね、三村星山って言われてるね、はいはい、竜の絵とか天女の絵がありましてね、うん、それももうあの傷んじゃって、うん、あの雨で持ったりして、はい、だそれも全部あの修理をして、で、まあ、400年を迎えたいなっていうのが、はいはい、まあ、私の今のね、はい、まあ、夢といいますか、あ、そうですね、はい、じゃあそれに向かってちょっと頑張ってやっていただきたいですね。そうですね、もうあの、はい、皆さん来ていただいて、はい、うん、たくさんご寄進をしていただければ、はい、非常にありがたいなと思っておりますけど、はい、あとあれですね、なんか今年もイベントなんかねやるとか、あの毎年ね、はい、あの釈尊皇太炎つってあのお誕生ですね、はい、釈迦さん、お釈迦さんの、うん、はい、あの4月8日なんですけれど、まあ、神主寒いもんですから、はい、昔から4月の29日、うん、昔は天皇誕生日です、今、はいはい、昭和の日になったんですかね、はい、だいぶいろいろ変わったんですけれども、はい、その日に、お花祭りって言って、はい、おちごさんが白い像の上に釈迦さんの誕生物を乗せて町の中をこう歩くという、そういうイベントを毎年、はい、あのやっております、はい、もう4月29日というふうに決まっておりますので、はい、じゃ あ, あと募集もかけて、そうそう、あの今ね少子化でなかなかそのおちごさん参加する子どもさんを、うん、募集するのがね大変になってるんで、はい、これもあの真っ白の方だけじゃなくて、どんな方でもよろしいんで、はい、ぜひそういうところにね、はい、子どもさんを参加させてもらって、元気に育ってもらうという、いい子に育ってもらうという願いを込めて、こうぜひ参加させていただきたいなと、そんなに思っております。はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。来週のしゃべくりマッシュの、はい、私ですか。そうです、ね、来ましたね。はい、はい、でテーマはですね、何にしましょう。事件事故から身を守り、被害に遭わないためにと、はい、いうようなことですね、はい、誰がやるんですか。ね、いやそれがですね、柔道できる人、あ、柔道できる人、それがね、所長さんに出ていただくんですが、うん、なんとね、うん、若い女性の刑事さん、刑事さんが来てくれるんですよ。宮坂さん大好きな人だ。そう、私ね、もうウキウキしてますよね。本当、それでね、うん、実地でね、実際にね、その時間に合わないためにね、うん、実地でやってくれてるんですよ。あ、本当。だからね、多分ね、私なんかね、うん、女性の若い刑事さんがね、はい、ちょっと私にね、抱きついてよ、ちょっとね、退治方法をね、教えるからって言われてね、うん、私が、刑事さんがね、ちょっと私のとこ抱きついてよなって、私が抱きついたらね、ビッビッってやられてね、私がこれ痛いなって言って、そういうことやってきたの。いや、やるんじゃないかな。あ、そう。いや、あ、じゃあそういったのも期待、行きたいってかちょっと心配してるんですよ。あ、そうですか。私がねさせられてね、こう、うん、私抱きついてなんて、抱きついたら本当にビーなんてやれて、これ、いや、たまにいいじゃないですかね、そういうのもね、はい、多分ね、うん、そんな、放送になるんじゃないかと、はい、こんなに思ってね期待してるんですよ。あ、そう。三田さんやる。いいよ。やんないね。いいわ。はい、やっぱりじゃあ私でっていうことでね。はい、はい、で、それではあの来週のおしゃべくり街の、はい、どうぞお楽しみに。白はあなたの街。それくり松代、また見てね。